www.videonews.com。 ちょっとこう喫茶店みたいなものとかがあるとね、人が集まってくるのかと思いきや、そんなにあんまないんですよという状況です。で結局4年かかってやっと復興公園への移転が始まるけど、最初の当初思ったよりもあれだったわけですね。たくさんの人がこっちに残っちゃったってことですね。もう気がつくのは CSBS のアンテナがついてないね。今日は2015年の3月の4日で、ちょっとイレギュラーなね、水曜日でイレギュラーな収録になってるんですが、まあ、セットを見ていただいても分かるように、場所も若干イレギュラーで、今、宮城県のですね、仙台に、まあ、お邪魔してます。実は今日、まあ、あえてこういう仙台に来てね、宮城県に来て、まあ、その一応被災地からっていうことになってますけど、僕は今日すごく大きなテーマというか大事だと思っているのは、これ明らかにその被災者の方の話だけではない。今直接それが大変なことになっているのはね、もちろん皆さんその被災された方々が今大変で、それはそれでいろいろと課題を解決していかなきゃいけないんだけど、どうもこれはまあ我々がこれから近い将来なんですか、かけることになる課題というのを明らかに先取りしているっていうのがすごく痛感できたのでね、これは今回被災者の話を聞きましょうっていうことを半分、まあそれは必要だと思う。でも同時に自分たちの話として考える必要性が出てきているようですよっていうのがもう半分だという思いで、ちょっと今日は、そのような番組を企画いたしました。ゲストをご紹介します。石巻、市立一律ですね、市立、病院改正仮診療所所長の張純一さんです。張先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でこの石巻、市立、まあ、市立病院改正仮診療所というのはですね、石巻市に改正、仮設住宅という、これちょっと後で先生からまた詳しく聞きますが、大きなものすごく大きな仮設住宅群がありまして、そこに隣接する、まあ、診療所でまあ、お医者さん所長をやられているということなんですが、先生ちょっと簡単にまあ、プロフィール的な意味も含めてですけれども、その、改正仮設住宅、それからその仮診療所っていうののお話を最初ちょっと簡単に紹介していただけますか。はい、石巻はですね、現在いわゆる仮設プレハブ仮設が7、作られたのが8000弱ぐらい作られているんですけども、はい、まあ、そのうちの4分の1ぐらい、1882がですね、改正南境というところにありまして、約5000人弱ぐらいの方がお住まいだったというのが震災直後の状況でした。はい、現状では先ほどにも同じ今その改正仮設にはどれくらいの人がまだ残っておられるんでしょうか。現在4000弱ぐらいですかね。4000弱残っている、はい、石巻で現在、プレハブ仮設と民間賃貸というアパートを借りて住んでいる仮設合わせて最大1万4000あったのが今1万ぐらい、だから2割ちょっとぐらい減ってるんですね。2割5分ぐらいの方が仮設から出られた、逆に言うと7割以上の方がまだ未だに仮設にいらっしゃるということで、まあ、改正も5000弱だったのが4000弱ぐらいに減っているという状況です。一方でたまたまというか、そこのそばに住宅のそばにですね、団地のそばに、ほとんど売れてなかった民有地があって、今そこは、被災された方々が家を買って建てている、新築がバーッと建ったというところで、仮設住宅と、一戸建てのきれいな家が並んでいるという、非常にちょっと非常に、厳しい被災地の状況を物語る中で診療しています。まあ、先生お医者さんとして同時にも先ほどちょっとネタ話しましたけど、ただ医療やってるだけじゃなくて、もう生活全般をどうすれば成り立つかということをいろいろやられている、先生として見てこられて、
そのこの4年間で、まあ、特に仮設、はい、それから仮設じゃなくても、まあ、基本的に被災者の方ですよね、はい、先頭来られている患者さんというのはね、どういう問題が4年間の間に生じ、どういう問題は、まあ、乗り越えた、あるいは解決できた、あるいはどういう問題は結局まだその4年経っても、解決できないまま課題として残っているというのは、ちょっと、まあ、たくさんあると思うんですけど、もしあえて先生の方にどういうのがありますかっていうふうに聞かれると、どういうふうにお答えされますか。非常に難しいところなんですが、まあ、最大の課題として、当初よりあり現在も続き将来にわたって残るであろうことは、やっぱりいわゆる心の問題というかですね、被災された方々が、心を病んでいる、あるいは非常に希望を失っているという状況が、はい、少なくない方がそういう状況が続いているということ、まあ、それと関連するんですが、仮説をご覧いただければ分かるんですが、ほとんど人が歩いていない状況だと。そうですね、はい、閉じこもっていて、という方々がたくさんいると。皆さんあれは中に実際は、まあ、じっとしてるって変ですけど、中におられるわけですね。そうですね、うんうん、もちろん仕事で出られてる方もいらっしゃいますが、高齢化率が多分 40% とか、そういう世界、30何パー 40% とかなので、30% ないかな、家内の方はいらっしゃるんですね。でもほとんど出てこないということですね。だそういった方々がいると。で逆に言うと元気な方、被災直後はいろんな意味で皆さん失ったわけですけれども、再建できる方々ですね、蓄えがあったりは若くて仕事にありつける、ローンが組めるという方から当然抜けていくので、地域の力としてはどんどん弱まっていく。高齢者を中心とした、いわゆる自立する力が弱い方々が、濃縮していくと。濃縮するといっても出たのは逆に言えば4分の1なんですが、そういった元気だった方、あるいは前の方を気遣ってあげることができた方々から率先して抜けていくという状況で、じわじわと地域全体としては弱まってきているというのが現在の仮設住宅の課題です。今回大規模災害ですぐ復興公営住宅ができないとは分かってたわけですよね。まあ、具体的には3年から5年ぐらいいる間に、今は外部支援者が来て、世話をしてくれるっていうことがあるわけですが、それはいい部分と、ある意味やっぱり人の助けを前提としてしまう社会になるので、むしろ住民さん同士の支え合いをする、支え手を担い手の育成を住民さんの中でやるようなことをずっとやり続けて、つまりある意味次のステージ、自分たちだけで自立していかなきゃいけない前提で、隣の人を世話する人を増やすような取り組みが多分必要だったと思うんですよね。これからは出ていく前段階で今考えているのは、これから入っていきますので、入っていく前の段階で入る人たち向けに少しそういったコミュニティ形成支援というかですね、仲良くなるような仕組みが少しでもできないか。何回か会ってるだけでも全然違いますもんね。ね、顔を合わせてるだけでもね。はい、うん、でそのにまさしく宮台さんが先ほど言われたラジオ体操を声かけてやってくれるような人を、任命するなり、そういう人が手分けしやすい状況を作るような、そういった仕組みを今考えているというところです。はい、それで1日1回地べたに置いてきてラジオ体操してお茶飲みをするのと、それがなかった時って巨大な差が出ますよね、おそらく。とても大事なヒントがあったように思うんですね。まあ、いわゆる下から共同体を再び自律的なものとして立ち上がる可能性っていうのはね、非常に難しい、乏しいと思うんですよ。なので共同体から見たらむしろよそ者、あるいは上から、ある種の知恵の伝授がなされていくっていうことが大事だと思うんですね。でそれは有名なコミュニティデザイナーの山崎亮さんがね、やってらっしゃることとやっぱり同じで、そういうある種の、仕切り役、座回し役みたいな役を、旅芸人的にやっていく人たちっていうのを、やっぱりそれなりにかなり要請をして、あるいは集めてですね、それはむしろアウトサイダーみたいな感じで、アウトサイダーですね、アウトサイダーだからむしろできるっていうことも。